ゆずソフト。ドラ版実況を始めていきたいと思います。途中から続けるよ。むくりと体を起こした俺は隣で寝ているケンタロウの顔を見下ろした。心地よさそうないびきをかきながら一向に目を覚ましそうにないケンタロウ。あかましいほどにいびきをかくケンタロウ。わざとやっているのではないかと思うほどにうるさい。しかしながら、その気持ちよさそうな寝顔を見る限り、わざとということはないだろう。他のみんなも、よくこんな中で眠れるよな。周りを見渡しても、俺以外には生きてるやつはいない。みんな、ケンタロウのいびきをものともせずに、寝続けている。それだけ疲れてるってことなんだろうか。なんか、一人疲れてないみたいで少し嫌だな。俺だってみんなと同じ時間練習してるんだから。とはいえなんだか目が冴えてしまってこのままでは眠れそうにない。ちょっと歩いてみるか。一人で夜の学園歩くのって不気味で怖いよな。前に肝試しした時はそうでもなかったけど、自分の足音すら反響してしまう真っ暗な空間で歩くのは、そんな俺でも少し怖く思えてしまう空間を誰か一人で歩いてるのが見えた。体を縮こませながら、おっかなびっくり歩くその小さな体は、のりこか？あそこにいるのは。俺の目がおかしくなっていないのなら、あそこにいるのは確実にのりこなのだが、あんなとこで何してるんだ。しかものりこって、フードの怖がりだったように思うけど。何も出ないわよね。そうよね。今この学園には私たちしかいなくて、みんなはもう寝てる時間なんだから、そんなの出るはずがないじゃない。そうよ、私たら何言ってるんだろう。この科学が発達した現代社会において、目に見えない奇妙な存在がいるはずないわよ。こんな時間に何してるんだ？はぁ！おー、待った待った！背後からの俺の声に叫び声を上げて走り去ろうとするだろう。しかし俺もバカじゃない。肝試しの時と同じ反応になると思って、声をかけると同時に押すかんだ。おい、のりこ、落ち着けて、俺だ。ペドラ、ペドラ！あなた。意味のわからない呪文を唱えていたのりこが、俺の顔を見てポカンとした表情を浮かべる。そして次の瞬間には事態を理解し、安堵の表情になり、口を大きく開けて怒り出した。何してるのよ、こんなところ。いや、何？ちょっと歩いてたら、のりこの姿を見つけたから、声かけてみただけなんだけど。だからって、何も驚かせることはないでしょ？ごめん。てか、俺としては別に驚かせるようなことをしたつもりないんだけど。話しかけただけなのに。それで、あなたはこんなところで、こんな時間に何をしてるの？ちょっと寝れなくて、散歩でもして気を紛らわせようとしてたんだ。のりこは、こんな時間にどうしたんだ？私はちょっと、トイレに行くところで。そんなに怖いなら誰かについてきてもらえばいいのに。そう思い、
はしたものの、それは思うだけでだって、そういうこと言っても、のりこの機嫌損なうだけだし。で、今は帰る。それとも向かうところ。まあ、進行方向を考えると答えはおのずと見えてくるような気もするけど。行くところよ。そうか。俺の返答を最後に沈黙するのりこ。しばらくその沈黙が続き、耐えきれなくなった俺はゆっくりと口を開いた。ないの？行くわよ。当然行くけど。足を踏み出そうとするものの、のりこはその場で躊躇し、結局は動かない。そんな繰り返しを5回ほど繰り返してから、のりこは少し下を向いた。その時俺の左腕の裾手が優しく引っ張られて。眠れないのなら、少し付き合って。はいはい。苦笑いを浮かべたから、俺はひっくりのりこに逆らうことなくついていった。しかし、静かだな。俺はのりこのトイレの前で、のりこが出てくるのを待った。誰もいないと分かっていても、女子トイレの目の前で待つのは恥ずかしい。それなら他の場所に移動すればいいだけの話だ。しかしながら、のりこと絶対にここで待っているようにと約束させられたのだからしょうがない。俺はのりこが出てくるのを正しく待ちながら、今が夜でよかったと思っていた。これが昼なら、俺は変質者扱いされていたかもしれない。まあ、昼なら、のりこが怖がる理由もなかったんだろうか。お待たせ。少し恥ずかしそうに、トイレからのりこは姿を現した。ああ、いいよ。別に。それじゃあ、戻るか。どうかした？あなたの方は、もういいの？眠れそう？俺？すっかり忘れてた。そういや、俺は眠れないから出歩いてるんだってな。なんか、そんなことを忘れてしまうぐらいに目が冴えてきた。まだ無理そうだけど、どうして？それじゃあ、眠くなるまで、私が付き合ってあげるわ。ああ、別に無理しなくていいよ。俺は俺で適当にしてるから。いいのよ。それに、私もなんだか目が冴えてきて、眠れそうにないし。そう言ってのりこは再び俺のジャージの袖を握った。つまりは、一人で起きているのが怖いってことなんだろうか。何よ、その視線は。別になんでもないよ。それじゃ、お言葉に甘えさせてもらおうかな。俺がそう答えると、のりこは少し安堵するような表情を見せた。それで、どうしてこんなところで時間を潰すわけ？小さく握っていた俺の袖をぎゅっと握りしめ始めたのりこは、恨めしそうな顔で俺を見上げた。よう、いつも仕事している空間がこんな風に変化するんだなぁと思って。そんなの、廊下にいる時点で気づいていたでしょ？それはまあ、そうなんだけどな。俺は真っ暗な空間の中を見渡しながら、体を小さくしているのりこに目を落とす。そんなに怖いな、元気でもつければいいのに。そんなことを思いつく余裕もないほどに怖いのだろう。でもさ、月の明かりはあるし。それが余計に不気味なんじゃない？のりこはビクビクしながら掴んだ俺の袖を強く引っ張る。多分、本人は引っ張っていることを自覚してないんじゃないだろうか。なに？不意に聞こえた風の音が窓を揺らし、木の葉をガサガサと揺らしていた。風だよ、風。本当に？少し潤んだ瞳で俺を見上げるのりこ。
先ほど驚いた時に飛びついてきたノリコの体は、俺の体に密着していた。それならいいんだけど。そうして密着したノリコの体から、暖かな体温と総称を打つような鼓動が伝わってきた。つまりまあ、それぐらい密着してきているというわけで、そうなってくると女の子特有の柔らかな感触やほのかな鼓動をくすぐる香りが俺の興奮をかきかけてる。誰もいない夜の教室、みんなも寝てるし、やるならカットだし。ねえ、そろそろ戻らない？のりこ。俺は密着していたのりこの体を抱きしめて顔を近づける。ちょっと、どうしたの急に。キスしていい？キスって、ここで？どうせ他にいたら誰もいないしさ。そんなこと急に言われても、私。音声は消え。音声は消え。俺は自分の唇の柔らかな砂のりこの唇に重ね。柔らかな唇のくすきまから舌を滑り込ませた。驚いてはいるものの別段ってこうはしてこないのりこの舌に、俺は自分の舌を絡めていく。さて、ギリギリまで行くで。ギリギリまで行くで。ギリギリまで行きます。ギリギリまで行きます。賞が得られました。ということで、はい、カットです。ここからカットします。カット後は事後の方に移ります。終わったかな、終わったかな。終わってそのまま朝に行った。俺が目を覚ますと、周りのみんなはまだ目覚めていないようだった。一人で起き上がった俺は、体育館を見渡してから、ゆっくりと立ち上がる。大きく体を伸ばしながら外を見る。体育館の扉は閉まってて、はっきりとわかるわけではないが、光が差し込んできているのはよくわかった。ちょっと早いけど、起きるか。いつもの俺ならここで寝直すところだが、今日の俺は一味違う。なんといってもコンクールが近いのだ。ここは部長としていつまでも寝続けるわけにはいかない。とはいえまだ少し眠いな。顔でも洗いに行くか。しょぼしょぼとする目のままで、俺は顔を洗いに向かう。あら、こんな時間にどうしたの？え？その声に俺は改めて目を開けてみやる。ああ、のりこ、おはよう。おはよう。こんな時間にどうしたの？まだ起きるには早い時間だけど。ん？特に理由はないけど、やっぱり部長としては最後に起きるのも仕方ないから。へえ、ちゃんとそういうこと考えてるんだ。なんか微妙に失礼な言い回しだな。それじゃあ俺が何も考えてないみたいじゃないか。のりこの方はこんな時間にどこに行くんだ？私は調理室の方にね。今、中野島さんが朝ごはんの準備をしてるはずだから。それを手伝いに行くところよ。彼が朝食を？
別に無理することないのに。後でみんなの分の朝食を買いに行こうと思ったんだが、どうやらその必要はないらしい。私もね、そう言ったんだけど、朝だったら練習時間を減らすこともないだろうからって。それはそうかもしれないけど。多分、こっちとしても助かると思ったから、何も言わなかったんだけど、止めた方が良かった？え、あ、そんなことはない。助かることは助かる。そう、よかった。それじゃあ、私もそろそろ手伝いに行くわね。あ、うん。一瞬不安になったりそうだったが、今ののり子の料理の腕なら大丈夫だろう。大丈夫だ。俺は調理室に向かっていくのり子の背中を見ながら、だけ不安を抱いたりしていた。俺の不安は急に終わり、普通のそこそこに美味しい朝食を胃に収めた俺たちは、練習をするために体育館へとやってきていた。さてと、それじゃあ飯も食べたことだし、練習を始めるか。ここで練習をするんですか？うん、コンクールはここで演奏するからね。より本番に近い状態で練習できると思うんだよ。あ、そうですね。反響とかちゃんと確認しておいた方がいいですね。そういうこと。音の反響なんて演奏する場所で全然違ってくる。いつもの試聴覚室で演奏するのと、こんな広い体育館で演奏するのじゃ全く違う。同じ曲を同じように演奏していても印象がかなり違ってしまうことは間違いなかった。だからとりあえず午前中はずっとここで合奏練習するから。午後はどうするんです？そうだな、午後もここで合奏練習を続けるか、それともパート練習にするか。別に今決めることはないんじゃないかしら。今からの演奏次第で午後の練習メニューを変えてもいいと思うのだけど。ああ、なるほどね。その方がいいな。別に今すぐ予定を立ててその通りにこなさなきゃいけない理由があるわけでもないし、物事は臨機応変の方が何かとやりやすい。それじゃあそうするか。とりあえず合奏練習して、午後の練習はまた後で決める。それでいいか。まあ、文句はないんですけど。なんだその続きは。これじゃ、どっちが部長かわかりませんね。シニカルな笑みを浮かべて、水瀬は俺とノリコを見比べるように視線を動かした。悔しいが、反論できる要素も見当たらない。とにかく練習だ練習。俺はその場をごまかすように練習を始めるようにみんなに促した。肩をすくめる皆さんをはじめとして、特に文句を言うこともなくみんな自分の楽器を持って準備を始める。俺も少し悔しい気持ちを胸にそのままタクトを手にした。さっと、俺は楽譜台にタクトを置いて時間を確認する。もういい時間だ。というか、俺自身腹が減ってる。それじゃあ、そろそろ昼の休憩にするか。疲れた。腹減った。今日の昼飯は何？昨日と同様弁当だ。他に手立てがない。作ってもらうと体の練習ができない。部下は合奏練習をするのに誰かが続けたら非常に困る。また昨日も食べたじゃないですか。やっぱり文句を言ってたか。言うとしたらこの二人だと思った。コンビニ弁当じゃなくて手作り弁当ということにしてみたが、俺の心意気は手数じゃなかったらしいな。もっと違うものが食べたいな。
そうだな。鍋とか？なんで桜餅に出すこの季節に一番最初に思いつくのが鍋なんだ。まあ、別に構わんが。え、マジで？やった！お鍋食べれるんですか？ああ、好きなだけ食べていいぞ、健太郎の思いが。うそ！なんで？ああ、言い出したからには自腹切る覚悟なんだろ。そんな覚悟、1ミリたりとも持ち合わせてねえよ。なら文句言わずに弁当を食せ。俺の言葉に健太郎はすごすごと引き下がる。どうやら健太郎の財布の中身はすでに桜どころかさえ散り終わり、閑散としているようだ。そこで引いちゃダメです。鍋ですよ、鍋。さあ健太郎先輩、財布を出してください。いや、勘弁してほしいんだけど。お鍋、お鍋。いや、いや、そこダメ。敏感なところなの。やおらかに水瀬は健太郎の体を漁って財布を探し始める。健太郎は何やら赤い顔でその水瀬の方に耐えようとしている。ように見えなくもないが、実のところ女の子に触られる感触を楽しんでいるのかもしれない。まあ、あの二人は放っておいて、俺は他のみんなの方を見渡した。他に面倒を嫌った奴はいるが、私は別に、私も構わないよ。まあ、他には誰も文句を言いそうにないし。それじゃあせっかくだからみんなの希望を聞こうか。俺は部員の希望する弁当の種類を聞き、電話をしてから弁当を取りに向かった。ちなみに健太郎と水瀬の二人は普通に幕の内弁当を頼んでいた。あいつはもしかして文句を言いたかっただけなのか。ちょっと重いわね。大丈夫か、もう少し俺が持とうか。いや大丈夫よ、これぐらい。のりこは言いながら両手にの弁当を抱えていた。いつも俺が何も持っていないわけじゃない。軽くのりこの 1.5 倍は持っている。あー、指がつりそうだ。それで午後の練習はどうするか決めた？まだ決めあぐねてる。あとごとに気になる部分がないわけじゃないけど、一番気になるのは演奏の力の入れ具合だ。体育館で演奏するには少し弱々しかったけど、これは言葉では説明しづらいんだよな。自分の耳で聞いてどういう感じなのか分かってもらった方がいいと思う。となるとここは交代して全員に演奏を聴いてもらうことにしようかな。やっぱり体育館での演奏に問題があった？問題っていうほどじゃないけど、もっと強く演奏しないと印象が弱いんだ。そうなの？体育館なんだから反響がかなりあると思ってたけど。多分みんなそう思ってたんだけど、だから全体的に弱くなったんじゃないかな。聴覚室や外の演奏の時とは全然違うからな。うん、コツさえつかめば大丈夫なんだけど。うん、ノリコもこっち側で聞けばわかると思うよ。そうね、あなたがそう思うならみんな一度聞いてみた方がいいかもしれないわね。よし、それじゃあ午後の練習はそこに重点を置こう。そんな風に午後の練習メニューを話し合いながら、俺たちは学園に戻っていった。それじゃあ今日の練習はこれぐらいにしておこう。俺はそう言いながらゆっくりと泣くと、そんな俺の反応を見てみんなも肩の力を抜いていった。終わりの合図となる挨拶を終え、みんなはバタバタと楽器をしまいに向かう。そんな中、クラリネットを持った一人の部員が俺の方に近づいてきた。今日はご苦労様。ああ、のりこもお疲れ様。
二人目と思ったままこちらに近づいてくるのに、さすがにちょっとスカリの色が見え隠れしている。で、どうだった？一貫での演奏のコツ何か分かった？ええ、少しはね。観客側で聞いてみるとだいぶ印象が違うものね。でも最後の方にはちゃんとできてたから良かったと思う。そうね、やっぱり自分たちの演奏を聞いてみて正解だったわね。のりこの言う通りだわ。実際に演奏を聞いていくうちにみんなの演奏が良くなっている。これで残すところもあと一日ね。みんな楽器庫に向かい、先ほどまでとは打って変わって静かになった大観を渡してつぶやいた。朝の昼にはここで学内コンサートが行われるのか。とりあえず今日はもう帰ろう。これ以上残っててもしょうがないし。え、そうね。それじゃあ私はこれを戻してくるわ。あ、だからここで待ってるよ。一緒に帰ろう。俺の言葉にのりこは照れたような表情を浮かべる。そしてそのまま楽器庫に向かおうとしたのりこに俺は、ああ、そうだ、のりこ今日は忙しい。え、今日って今から？そりゃあとは家に帰るだけだけど、それがどうかしたの？一緒に来てほしいんだ。頭に疑問符を浮かべながら首をかしげるのりこ。すっかり忘れてたけど、のりこと約束があったんだよな。それで、これがその約束？そう。俺は目の前にいくつもの CD を並べながら、のりこの質問に軽くうなずいた。確かに、CD を貸してほしいとは言ったけど、それっていつの話よ？さあ、とりあえずは1週間以内の話かな。そうなのだ。俺は以前にのりこにプロの絆の CD を貸すという約束をしていたんだ。あの時はその翌日には、翌日には貸すっていう話だったようだが、いつの間にやらコンクールが目の前に。いや、月日の流れは早いものだ。あの時は、次の日に持ってきてくれるって言ってなかった？そうだ。まあいいわ。それじゃあどれか貸してもらうわね。そう言いながらのりこは見繕うように並べられた CD を見せた。ねえ、試しに聞かせてもらえる？ああ、別にいいよ。どれ聞く？俺の質問にのりこは1枚の CD を渡してくる。その CD をプレイヤーに入れて大きめの音で絆を流した。これくらいでいい？ええ、私はいいけど。でも、こんなに大きな音で大丈夫なの？ご家族の方に迷惑じゃない？ああ、それなら一応大丈夫だね。お父さんはいろいろな場所を飛び回ってるし、お母さんは今旅行中なんだ。家に帰ってきた俺は母さんの気配がしないことに疑問を抱いた。昨日の朝までは家にいたはずなのに。そう思いながら家の中を捜索すると、一枚のメモ用紙がテーブルの上に置かれていた。そしてその内容は、お父さんに会いに行こうねと書いていた。本気で会いに行ったんだろうか。すると海外旅行ということになり、当然多くなるわけで、帰ってこないようにして。どうした？どうかしたの？ああ、なんでもないよ。どうやら飯の心配をしている間に俺はかなりの間ぼーっとしていたらしい。俺の顔をのりこが心配そうに覗き込んでいた。とにかくお父さんも母さんも今はいない。そうなんだ。考えてみると、つまり今って俺とのりこの二人きりなんだな。そういうことに気づいたらちょっと緊張してきた。
誰もいない家に二人だけ。のりこもそのことに気づいてるのか。さっきから赤い顔で黙ってるんだから当然気づいてるんだろう。何も言えない雰囲気は二人の間に流れ出した。この背筋が痒くなるような雰囲気が。お茶入れてくるよ。そんなの気にしなくていいわよ。リングに向かおうとした俺の手を慌ててのりこが掴んだ。その予想外の力に俺は体のバランスを崩して、うわっ、ああ、二人そのままもすれ合うようにしてベッドの上に倒れ込んだ。ごめん、大丈夫？怪我とかしてない？うん、大丈夫よ。倒れたのがベッドでよかったわ。ああ、そうだな。顔をぶつけてしまいそうなぐらい近い距離で、俺はのりこの顔を覗き込んでいる。そんな俺の視線から逃れるように、のりこはすっごく横に視線をそらせた。ねえ、私、大丈夫だから。なあ、キスしてもいいかな。でも、ここは。今は誰もいないしさ。だから、いいかな。俺の言葉にのりこは目をキョロキョロと泳がせ、そしてしばらく瞬間にしてから、ゆっくりとうなずいた。重ねると同時に、俺はそのまま舌先で軽くのりこの唇を出す。軽く吐息をこぼしながら、開かれたのりこの口の中に、俺は舌を滑り込ませた。柔らかな唇のここに隙間を入った舌を、のりかの舌が迎え入れる。ここまで行くとな、隠さなあかんのんと違うかなと思います。ディープの場合は。多分な、隠してるんじゃないかな。隠してるんじゃないかな、これ。ディープまで行くと多分隠してるんじゃないかな。隠してると思います。ここら辺でいいわよ。はい。え？カットしました。カットしました。はい、カットしました。カットしたんですが、もうそろそろいい時間なんで、終わろうと思います。本日の実況ここまでにしたいと思います。あ、でも、もう夜やから、ええかな？いけるかな？次の翌日まで行こうか。このまま行きます。このまま行きます、やっぱり。あ、でも、そういうわけにもいかないだろう。さすがにこんな時間に女の子を一人で帰らせるのは俺も不安だ。できれば、家まで送りたいところだ。もしかして、家までついてくるつもり？もちろんそのつもりだけど、ダメか。別にダメっていうわけじゃないけど、さすがにお母さんに見つかるのはちょっとね。まあこんな時間に娘が男と一緒に帰ってきたら驚くだろうな。しかもこの場合は誤解でもなんでもないんだから。でももう夜もだいぶ更けてるし、それじゃあ家の近くまで、そこまで送る。でも面倒でしょ。好きな女の子がこんな暗闇の中を歩くのは心配なんだ。だから送りたいんだ。はいはい、分かったわよ。分かったけど。のりこはそう言って頬を赤く染めて俺を見上げた。こういう往来で
そんなこと大声で言わないで。そんなことって？だから、好きな女の子とか。恥ずかしそうにうつむくのりこ。俺はそんなのりこの手を握りながら家の近くまで送る。ということで、本日の実況、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。